はい、工房節の長田です。くさびと書いて節と呼びます。はい、材料紹介ですね。今回は神代ケヤキですね。そう、わかります。うん。こうやってちょっと焦げてるっていうのはね、本当なんかあったんかな、火山なのかなっていう感じですよね。ただ単に土砂崩れるだけだったら焦げが出ないので、うん。まあ、もしくは雷とかで焼けてて、でその後埋まったっていう可能性もありますね。これはね、見てないのでね、何千年前っていうのはよくわかりません。でまあ緑系の神代と、まあ茶神代でも、こっち茶神代にしてはまだまだ色がね浅い、あんまり、うん、年月経ってない間にね出てきたものかなと思います。はい、ということで、また神代ケヤキね、結構長いんです。うん、いっぱい作れます。はい、まあ本当になんすかね、ケヤキ嫌いだったんですけどね、まあケヤキの木があるということと、まあ神代の面白さっていうものをね、うん、再認識しまして、また神代も増えてきております。まあもちもち目も細かいし、うん、わりかし柔らかめ、目の詰まったケヤキとなります。はい、こちらまたいろんな形でね作っていきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。